鳥居本殿、奥宮広市天満宮は、沖縄県ギノの安市普天間にある神社。ギノの安市で唯一の神社でもある。現在の正式な社名は、普天満宮となっている。別称は、普天満御園。一般的には、普天満寺院宮と呼称される。琉球パッシャの一つ、熊野権限と琉球古神道神を祀る。慶安元年間の琉球神道期に、 東国大社七所あり、六所派はの熊野権現なり、一所派八幡大菩薩なり、また別名である、普天満権限については、乱象また散らす、熊野の飛留と剣遊東に通り手幕府あり、その水礼なりと、祭人のことが記されている。創建については、王石、普天満宮の洞窟に、琉球古神道を祀ったことに始まり、昭金福王から昭安久王の時代に、 熊野権限を合祀したと伝えられている。現存する古い記録には万歴18年の普天満権限碑があり、琉球新東期や琉球国由来期、琉球国旧期にも普天満宮関係が記載されている。熊野信仰との関連では普天満宮を熊野散々の那智山比流権限に見立てて信仰されていたようである。さらに近世沖縄における熊野信仰は、 琉球パッシャをはじめ、その分社、あるいは、密漁、観音、霊石信仰とも集合しながら県内広域に伝播し、廃所としても数多く存在する。演技伝承には、首里桃原に出現した女神が、普天満の洞窟にこもったという伝承、その後洞窟より千人が現れ、我は、熊野権源なりと真意を示せさしたという伝承があり、また、 中城紛り安谷村の百姓夫婦や三里紛り東女村の塔の奥に黄金を授け苦難を救ったという伝承があり、塔の奥ではそのお礼参りが続いている。旧暦9月は普天満三景といって、勝手は中山をはじめ一般の人々が各地より参集し、拝礼の誠を捧げた。沖縄戦のあった昭和20年には当時の社手の平が身体を持って、 本当南部の糸満へと避難した。戦争終結後は、敷地が米軍により接収されていたことにより、串川村に仮の宮を作った。その後、米軍により敷地が解放され、昭和24年に元の本殿へと戻った。霊災、旧暦9月15日屋根河原は、沖縄独特の雰囲気を漂わせる。境内奥のホラー穴の内部に奥の宮が祀られている。 10時より17時まで配管可能。配管料は無料であり、受付時に代表者の住所、氏名を記述する必要がある。山道沿いには昭和7年4月に国指定天然記念物となったノワ湾並松があり、松の大木が5キロメートルにわたり続いていた。沖縄戦直前に資材としてほとんどが伐採され、その後の戦闘により残りも消失した。 その参道は戦後は、米軍普天間飛行場となり、市街地にわずかに残った松も松食い虫などですべて消えてしまった。社殿村にある普天間宮洞窟は、平成3年3月1日に、宜野湾市の名称に指定された。普天間宮普天間バス停。ありがとうございます。